ユーネコミックスクロちゃんの尿ですね。色は透明黄色でした。比重は 1.008 pH 7正常です。タンパク1プラス正常範囲ですね。ブドウ糖ケトンビリルビン鮮血反応はマイナスでした。それの尿鎮素の顕微鏡検査所見、ちょうど今400倍に拡大してますけども、400倍に拡大してここにね、細胞が3つきれいに並んでますね。はい、これは違うな。これは多分これは毛だと思いますけど、これは白血球かな。でもそんなたくさん出てないね、白血球っぽいのも。この丸いのは多分赤血球じゃないですね、脂肪球だと思いますね。倍率を100に変えます。これさっきの3つか、はい、じゃあここにも変えましょうか。はい、ここでもちょっと細胞が2つぐらい重なってます。これは白血球かな。まあちょっと細胞成分は多いけど、ここにまたあった、これは何だろう、円柱なのかな、尿円柱かな、出てますね。はい、今それをまとめますと、少し赤血球なし、細胞成分は1シアニン3個から20シアニン個くらいなし、尿円柱が